達とキャッチボール、いつもみんなで遊ぶ、女子のことが好きな松田、神中は超エロいやつだ、トビズもめっちゃエロいやつだ、吉田はわかんないやつだ、俺は最近彼女ができたけど、友達みんなで集まる、他の友達も呼んで、万倍席公園、みんなサッカーで遊んでるけど俺はキャッチボールしてる、たつきのあだ名はゴールディ、クノーのあだ名はベッティ、 LINE で連絡取ってる、豊田とスミスも元気、生まれる遊び、イケてる友達が多い、こんな人生超いい、カンナナと明治通り、裏道甲信通り、東京都北区王子、後輩一気ともにスカッシュスクワットがスモーク、俺らのボスリョウ君、クラブでお酒を飲む、その後は女の子と踊る、みんなでステージの上、入れ墨だらけの腕、学歴とかないけど気にしない、毎日の遊びが夢、スーツサッカーのコーチやる講習、やりたいことを好きにする、接客が好きな高木、レーサーになりたいアサリ、いつの間にのちゃんはパパになった、時間が過ぎんの早い、教授とマー君もパパ、龍二と龍太郎もパパ、腕っぷしなら立山、またいじられてる中沢、野口くんはおまわり、オラオラヨータは五丁目団地、最近太ったイサム、飲むとユータが懐かしい、ぶっ飛ばされて飛んだやつ、自殺して死んじゃったやつ、いろんな人生がある、いつかはどっかでまた会う。